こんにちは。国立民族学博物館の信田俊弘です。私は先住民の宝展のマレーシア、オランアスリのコーナーを担当しています。オランアスリは、マレー半島に暮らす先住民で、人口20万人ほどの少数民族です。熱帯のジャングルに暮らし、現在でも吹き矢で猿やリスを取ったり、猟銃でイノシシを取る、そういうふうな生活をしている人たちもいます。1970年代以降はですね、マレーシア政府による開発のため森林伐採が進み、多くのオランアスリは森から追い出されました。このコーナーではオランアスリの一つのグループであるマームリという、先住民が作った彫像や仮面を展示していますが、彼らもまた開発政策のために住みかを奪われた人たちです。彼らが暮らすカレー島、カレー島はですね、一面油足のプランテーションに覆われています。地平線の彼方まで油足のプランテーションになっています。そういう中で彼らの村はその中にポツンと取り残されたように存在しています。マームリの男性たちは、多くが毎日プランテーションでの仕事をしていますが、そういう仕事をこなしながら夜間や、休日、空いた時間ですね、その時に彫像や仮面を制作します。彫像や仮面はさまざまな精霊をモチーフとしていまして、現在も儀礼などで使われています。精霊は皆彼らの祖先なんです。複雑で細かな彫刻とユニークなデザインは世界からも注目されておりまして、ユネスコから賞をもらった村人もいます。展示コーナーでは、彫像や仮面の展示と一緒に、精霊の話も解説しています。また、熱帯のジャングルに暮らすオランアスリの歴史や現在についても詳しいパネルを展示しています。ぜひこの機会にオランアスリの世界を知っていただければと思います。